皆さんこんにちは。5時になりました。2022年の6月の15日月曜日の生放送でして、今週もやります。続けます。とにかく続けます。それで、アダム書房から出したですね、でアダム書房って何かっていうのですね、これなかなかね文を書きまして、まあ名文なもんですから時々聞いてもらわないといけないな、これね最新の石破茂語録ですが、一番後ろのページにこのアダム書房、ね、の説明文があるわけです。そこをちょっと読みたいと思います。アダム書房、聖書の最初に出る人、アダム。ね、そういうことですね。神の似姿に作られた輝かしき存在です。ね、神はご自分の形に人を作りになった。というふうに書いてありまして、神様の似姿に作られた。ね、栄光ある素晴らしい神様ですから、それに似せて作られたということは、本当に栄光ある素晴らしいね、輝かしい存在、ですと。一方、最初に神に背いて堕落したのもアダムです。で、そのアダムが、サタンにたぶらかされてですね、神様はこの木の実を本当に食べてはいけないと言われたのですか、というふうにこう、疑いを持たせるように持ってきた。で、そうすると結局、アダムは、神の言うことを、まあ、疑うとこまではまだ良かったのかもしれませんけども、まあ否定しちゃったわけですよね。いやいや、そんなことは決してないっていうことで、だからそのサタンは騙してくる途中に、いや、この実を食べてもね、あなたはね、死んだりするようなことはなくって、あなたがね、賢くなるということをね、これ食べたら賢くなるっていうのを神は知って、それが嫌なのでね、あなたに食べるなって言ってるんですよ。まあそういうふうに、行って騙してきたって、それに乗っちゃったっていうことですね。ですからその人間の罪の根本っていうのは結局神様がいい方で、人間にねいいことしてくださるということを信じないということに根源があるんだね。神である主が作られたあらゆる野の木の野のうちで蛇が一番狡猾であった。蛇が来たんだよね。蛇は女に言った。創世記の3章なんですけど、女に言った、あなた方は園のどんな木からも食べてはならないと神は本当に言われたのですか。女は蛇に言った、私たちは園にある木の実を食べても良いのです。しかし園の中央にある木の実について神は、あなた方はそれを食べてはならない、それに触れてもいけない、あなた方が死ぬといけないからだと仰せになりました。それで蛇は女に言った、あなた方は決して死にません。これ嘘ついてるわけですね、この蛇がね。そこで女は蛇に言った、あなた方は決して死にません、あなた方がそれを食べるとき、あなた方の目が開け、あなた方が神のようになり善悪を知るようになるのを神は知っているのですね。そこで女が見ると、その木は誠に食べるのによく、目にしたわしく賢くするという木はいかにも好ましかった。それで女はその実を取って食べ、一緒にいた夫にも与えたので夫も食べた。このようにして二人の目は開かれ、それで彼らは自分たちが裸であることを知った。そこで彼らは一軸の葉を継ぎ合わせて自分たちの腰を通った。で、そよ風の吹く頃、彼らはその歩き回れる神である主の声を聞いた。それで人とその妻は神である主の御顔を避けて園の木の間に身を隠したということで、まあ、神様が言ったことを信じないで、そのヘビの言うことの方を本当だと思って信じちゃうね。で結局その結果、もたらした結果は何かというと、神様が来られた時に神から身を隠すということになってしまった。まあそういうところに人間の人類の罪の根源があるんだ。だから卑怯、神様を、まあ、信じない、神なんかいるものかというのが人間の罪の根本部分にあるというのは、これ聖書の教えですね。アダム書房の説明で、聖書の最初に出る人アダム、
神の似姿に作られた輝かしい存在、一方神に最初に背いて堕落したのもアダムですと、そういうアダムという名前ですよね。その双方の性質を引き継ぐ子孫が我ら人類でありましょう、ね、人類っていうのはその両方の性質を引き継いでるんだ、ね、神様に作られたもう素晴らしい輝かしい存在と神様に背いた、ね、そういう者たち、その双方の性質を引き継いでる、でそれが人類っていうものだ、人間の素晴らしさも愚かさも両方が真実であるゆえんです、その愛おしさを描く物語を紡ぎ出す、その一端を担う出版活動を志します。でね、ふっと思い出すのがですね、あるね新聞記者が言ったのかな、天国にもし行ったとしてもね、なんかこういい人ばっかりで事件も何も起こらないようなね、そういうところに行ってもつまらない私も記者の端くれだった人間ですから、その気持ちはね、わからないでもないっていうか、だからまあ人間というものの面白さっていうか、それはそのプラスの部分とマイナスの部分っていうかね、輝かしい部分とさっき出たあれで言えばその罪の部分というものの両方があるから、人間というものの奥行きというかね、深みがあるとも言うことができるし、あるいはもういいこと悪いこと善と悪がペタッとこう裏表のようになってるとすら言えるかもしれません。私は倫理学者ではないのでその辺何とも言いようがありませんが、まあ人間の実感としてはそういうところがありますね。だから小説なんかでもそういう部分が描かれてれば面白いねということになるでしょうし、あこの人はもういい人だな、もうすごくいい人だな、いいことばっかりだなという人間っていうのは、なんか面白みがないというかね。でも案外そういういいことばっかりだと言ってる人間が実はそうは、まあ生きれないっていうことかな、無理にそうするんでなくっても、そういうことも含めて、そこに人間味っていうこうね、わかんないですね。神学者でないですから性格を期すこともできないし、性格を期して言う必要もないし、まあ倫理学者でもないし哲学者でもないし、一回の生放送してるだけのおじさんですから、何とも言いようがないですね。だけどそのね、神様の望むことだからこうしようと思わなくっても悪いことをしちゃうような、人間ね、自分はいいことばっかりやってるって思いながらそこにこう悪があるかもしれないというようなね、そういう人間で、ひょっとしたらその人は本当に悪も何もしてないのに周りが寄ってたかってね、こいつ悪だというふうに決めつけるということも起こるのは人間、人間の実相ですよね。だけどまあそういうのを含めて、まあ人間っていうものがアダム、最初に神様に作られた人間としてのアダムと、一番最初に神様から背いた人間であるアダム、その両方の性質を引き継いでいる、ですから人間の素晴らしさも愚かさも両方が真実であるゆえんであると、まあアダム書の断り書きでは言ってるわけですね。その愛おしさを描く物語を紡いでいただきます。それをこう愛おしさと言ってるところにこうね、だけどね世の中にひどいことはたくさんあってね、やっぱり私のこの物言いはかなりなんていうかね、ロマン主義というかあんまり現実主義ではないかもしれないですよね。もう本当に、直視することはとてもできないようなとんでもない悲惨な出来事っていうのはもうこれでもかこれでもかっていうぐらい世の中にはたくさんあるわけでね、そういうものにちらっとでもその愛おしいなどとね言うことなどできないというようなこともね、たくさんたくさんあるということもまあ思いながら、人間の素晴らしさも愚かさも両方が真実である、その愛おしさを紡ぐ描く物語を紡ぎ出すと、でその一端を担う出版活動を志しますというふうにまあ書いてるわけです。なんかね言わざるを得ないですから。で神はキリストを使わして
人類を救うへと導きました。キリスト本来の人となっていき、十字架において全ての人の身代わりになって死によみがえって不滅の生に生きています。でこれは私ね、結構聖書に書いてあることもそのまま信じております。イエス・キリストは十字架にかけられてね、殺されて、そしてよみがえらされたっていうことも信じてますし、いやそういうこと十分あると思いますし、そしてそのイエス・キリストが弟子たちが見てる中で天に上げられてね、天と呼ばれてる場所に今おられる。でそこにおられて、まあ、神の右の座におられるというあり方はね、神の右の座におられて私たちの祈りに耳を傾けていてくださって、取りなしていてくださるということを私はね、非常に極めて真面目に信じてます。ですからイエス様が十字架にかかられる前にこの世の生涯をね歩まれてる時に弟子たちに向かってね、私が神の身元、父なる神のところに帰っていくね、天に上げるのはいいことだ、そしたら助け主がね、あなた方のところに来るから、それは結局聖霊が、人類のために送られてくることを予告しておっしゃったわけですね。ペンテコストの出来事があって、本格的に、まあ、聖霊が共にいてくださるようになってですね、でその共にいてくださるっていうのは、もうそういうことは先民であるユダヤ人だけに期待できるものかと思ったら、異邦人もそうなんだ、ね、信仰を持ってイエス様が十字架にかかって私のね罪の身代わりになって死んでくださったって、そのことをありがたく信じて受け入れる人をね、私の罪を許してくださいっていう人は心が洗われて、聖霊が一緒にいてくださるようになる。でその聖霊の現れ方っていうのは時に激しい場合もあってっていうようなことは、私は全くその通りだと思ってますし、人間の人類の実相を表してると思います。ですからその真面目に祈りっていうことをもっとね受け止めたらいいと思うんですね。いや祈っても聞いてくれるかどうか分かんないって言ったらなんで祈るのかなと思いますよね。いや神がおられてイエスの名前によって祈るならば聞きましょうとおっしゃってくださってるんだったら祈ればいいと思うんですよね。でもなかなか聞かれないような気がする。それに対するね回答はね、私はないですね。でも祈ればいいって言われてるんだから祈るしかないだろうなと思います。少なくとも父なる神様は耳を傾けてくださってるとは思うし、私は私の祈りを神様聞いてくださってるだと思います。全てのことを感謝して祈るって、そういう祈り方を教えてもらってやるようになってからますますそういうふうに思うようになりました。神はキリストを使わして人類を救いへと導きました。キリスト本来の人となっていき、十字架において全ての人の身代わりになって死によみがえって今不滅の生を生きている。イエス・キリストは最後のアダムと呼ばれるゆえんです。そう、新約聖書の中に表現にイエス・キリストは最後のアダムというね、だから本来はアダムがずっと神様に従い続けてそうあり続けるべきような人間としてのあり方を、イエス・キリストは人間としてのご自分の生き方を持ってそれをすることができた。他の人は決してできないけどイエス・キリストはそれをすることができた。でそのイエス・キリストが身代わりになってくれたわけだから、その身代わりが有効なもので、その旧約聖書の時代に動物、羊だとかそういうものを犠牲に捧げてですね、あこの羊は私の身代わりに死んでくれたんだということを信じて、そういう時にその人の罪は許されたというルールを父なる神の方が決めてくれて、まあ、それにのっとってユダヤ人がずっと歴史の中でやってきた。ところがその身代わりの犠牲の羊とか動物というのの正体は、本体はイエス・キリストなんだということが新約聖書において明らかにされているわけですね。ヘブライ人の手紙なんかには特にそのことが書いてあるわけで、その動物の犠牲だったらもう何回も何回もね捧げないといけないけど、イエス・キリストはもうただ一度きり
完全にご自分を犠牲として捧げてくださった。ですから、神のメンテナンスが必要ってね、さすがね、ユウさんいいこと言いますね。人間の根本は神の作品。どんなに傷ついても汚れても神の作品。なんか本当に救われる言葉です。この方と私が奈良県の桜井っていうところにいる時に一緒にね、語り合いました。もうすごくね、自分の体験に即してすごい深いことを言う人です。難しいことは言わないけどそういう人です。それでね、神はキリストを使わして人類を救えた導いたキリスト本来の人となっていき、十字架において姿の人の身代わりにしによみがえって不滅の生に生きている。キリストが最後のアダムと呼ばれるゆえんです。我らが許されていることと未来への希望はそこにあります。そうです。ですから人類は許されてるんですよね。イエスの十字架において、イエスキリストの十字架において。だからあとはそれを自分に適用するっていうかね。だからどんなにものすごい低レベルな例えを例えれば、1万円札をね道端で配ってる人がいてですね、だけどやっぱり私がもらわないとその1万円は自分のものにならないわけですよね。いや、それは道端であそこに行ったら1万円配られてるのはもう公然の事実だよねっていくら言っても、自分がもらうのを拒んでるっていうかね、いりませんっていうことであれば無理にはくれないわけですよね。そういうもんだっていうことです。ですからイエスの弟子たちが、あなた方はそういうね、その許しとか救いを述べ伝えなさい、で彼らに述べ伝えなさいって、彼らにっていう言葉がね、日本の転入派をつければにって彼らにって予格でね書いてあるんです。ですからイエスの十字架っていうのは全ての人類のためだ、身代わりだっていうことはもう確たる事実で、もう動かしようのないですね。完了形で書いてありますけど、そうだとしても彼らにそうであるように、で私にそうであるように、やっぱりそれは人間の自由っていうことですよ。いくらそのキリストの十字架によって許してやろうということがあっても、いや私はそういう許かされ方は嫌だね、そういう救われ方は嫌だって言ったら、やっぱりそれは無理やり信じるようには神はされないわけですよね。無理になことは神様はなさいません。何事も人間の承諾がなかったらなされない。ですが私はありがとうが、イエス様が私の罪の身代わりにしてくださったんですね、本当にありがとうございますと、ありがたく心を開いて信じるだけです。でそういうことをすると、心の中に何て言うかな、そういうふうにこう神様に対する、また人類の中での立場が変わったっていうだけじゃなくって、その実質的な変化がね起こる。それは目には見えないけど精霊が成してくれるような、そういうことがあるわけですよね。うん、それでそれがこの心の力っていうかね、人間として人間らしく生き得るような、そういう力を与えてくれるということを人類は歴史の中で経験してきてですね、やってくれたというふうに私は勝手にそう思っております。もう20分になりました。なんか今日はアダム書房の説明文からですね、いろいろ横道にそれたという形になりました。20分になりましたから、これぐらいにしたいと思います。お聞きくださっているあなたに、天の父なる神様から豊かな祝福と平安と慰めがありますようお祈り申し上げつつ、今日の放送はこれぐらいでおいとめしたいと思います。明日はまたこっちになってください。今日は本当にありがとうございました。